般ここは FRP。 ああ、本当だ本当だ。社長やったの？そう、4年前に作ったの、こっちに来て。へえ、あ、そうなんだ。で、あれで、いつ頃までの予定なんですか？見て。あ、見て。これは見て、給油で。じゃあ、オーナーは何台か持ってるわけだ。オーナーはね、はい、ベンツの ML 持ってないんだけど、はい、これをもう一回綺麗にして飲みたいから。じゃあ、酒も取ったんですか？じゃあ、本当は遊び？うん、なるほど。一応じゃあ来年中ぐらいの予定にはなるわけですか？来年中にはなるかな、うん、あのフェラーリも半分ぐらい型作って実家の納屋に直し込んだままやけど、あれも持ってこないかんけど。フェラーリ、あの、あ、フェラーリね、はいはいはい。いいじゃないでしょ。 FRP なの、うん、本当だ、音が違う。じゃあボディほとんど FRP ってこと？これは FRP で、これはかぶせ。あ、かぶせって何ですか？こういう型作って、うん、鉄板の上でボンってかぶせ。ああ、じゃあ中は鉄板が入ってるわけ？いや、俺素人だもん。上に乗っとるだけ。だからやっぱあれだね、輸出、あの横浜とか神戸の新車ぶつけたやつ、使うよね。使うよね。これ4年5年で出るね。パパで、そっか。で、おまけに、あの鉄板ならいいけど、FRP と鉄板やろ。うん。やっぱ腕じゃないんだ。腕じゃねえ。材料なんだ。よかった。ちゃんが60キロぐらい欲しいじゃん。ああ、いいな。いいな。ありがとうございますって言わなきゃいけないんかね。買うよ。買うよ。こんなになっちゃうんだ、本当に、うん、マジ。マジな、やっぱり FRP にやっぱ普通のポリパテは乗せられんですね。 FRP に普通のポリパテは、うん、板金パテとかポリパテは乗せられない。実験室なんかでテーブル接着テストやると強いけどね、やっぱり年数なんだろうね。 FRP の表面にはやっぱタルクやね、うん、いやいや、タルクって言わないでくれる。エポキシって作る、エポキシにタルク入れてやれば間違いない。めたい。いや、ほんとだよ。どんぐりにタルク。溶けるんですか？いや、溶けるったって混ざるじゃん。混ざるんですか？うん。だから、どんぐりにタルク入れてやれば、こうにゃな。40キロ、20キロ、2000円ぐらいの品物に。うん、そうだよ。うん、キロ40円とか、23円とか、そんなもんだよ。ね、うん。単価よりやし。エポキさんに失礼なんですか？うん、失礼じゃないよ。俺と混ざるんか、みたいな。失礼じゃないよ。だから、熱絡みはダメだから。アルミじゃないと、アルミもいいアルミ使わないと。それで安い補修材はエポキシとアルミとタンカルとかタルク混ぜてんだよ。だけどタンカルほらアルミの粉入れちゃうとあの色でしょ。だからタルク入れてたりタンカル入れてたり分かんない。有名なメーカー、超有名なメーカーもあれよ、自動車用の接着剤多分タンカルとかタルク入ってるよ。うん、だって真っ黒になっててもヘラでこうこするとザラザラっとするもん。あれタルク、タルク、うん、タルク、なんであんなブツになるんかな、うん、でもタルク入れるんだったらタンカルの目の細かい方がいいよ、うん、ものとしては。でもね、熱絡みになっちゃうとダメな、熱吸収しねえから。タルク、タルク、アルミじゃないと、金属粉じゃないと。で、金属粉でもアルミじゃないとダメよ。鉄粉なんか意味ね、ステンレス。じゃあやっぱこれ使うわけだね、新車ぶつけた時の修理は。で今回その4年前に俺パネルボンドが出とったけど知らなかったでしょ。はいはいはい、使ってたじゃん、あの時に。いや、あの時は使わないんだ。これまだ俺が、あ、この時ね、実家の借家のこの時ね、裏で野ざらしでやったの。この時ね、だからポリエステルと FRP、 FRP もポリエステルの FRP ね、うん、とやる時は最終的にはどこでもブレーニング意見とは言わないけど、要するに選ぶのはエポキシですよ。上場企業だって結局みんな失敗してポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエポキシですよ、うん。でエポキシでも
一番いいのがねえかとか相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう。有名な超有名な会社もみんなそう結局で。エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ。もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。で結局エポキシにタルコを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですかその濃度、うん、濃さ、うん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルコを入れる量によって変わる、うん、それは好き好きですよ、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルコ入れて、うんガバッと、ねはいはい、乗せれば、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。今回だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああもう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、うん、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけスカジのあの。ラリカの、はい、そこのダンパーのところ、はい、なんだっけフェンダー違うダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバーうん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか、うん、それで上下8プライぐらい張ったんですよカーボンとクロス、うん、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったのダンパーの、うん、バケツっつうんでしたっけ、うん、バケツの裏表、はい、何プライも自分で。で、メールよこした。剥がれちゃったんですけど、回収どうやったらいいんでしょうか。あのね、つって。それはね、つって。それは、あの、エポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないから、うちは68で使えと。材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよつって、だから全部外してやり直さないと。同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から10グラムぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですか。あのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか。あの虫。うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね。でかくなってくるよね。あこの辺でつながるんですか、うん。なるよね。もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回引っ。お金かかってもいいけど引っ張がしてくれって言うでしょ。もう一気しだしちゃうからダメですよ。収まんないです。ガレージやったら多分こう削って、そうだね、入ってきたって、そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこの感じは。そうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんねんね。この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ8,3ぐらいしかないかな。うん、ないね。特別だからね。泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。ですよね。うん。あんだったらね、やるときはね。うん。ねここももう貼り付けやけど、で自然、これはぶつかったんでしょ。いやいや、もう自然と、振動で。うそー。ほんとって。自然とこうなっちゃう。そうでしょ。いや、だってつなぎはここですもん。うん。ですもん。
うん、ここは分からんとしても、もう割れてきた。パチン。本当だ。腕がいいのに。あ？腕がいいのに。いいカンペやから。腕がいいのに材料やっぱり。材料かね。やっぱ決め手は。あ、そうなん。クラック入ってるじゃん。新車だったらバレちゃうじゃん。クラックが。これだ。だからやっぱあれだね。輸出あの横浜とか神戸の新車ぶつけたやつ。たくさん使うよね。使うよね。これ。4年5年で出るね。やっぱ。あ、そっか。でおまけに F あの鉄板ならいいけど FRP と鉄板やろ。うん。やっぱ。腕じゃないんだ。腕じゃねえ。材料なんだ。よかったら。ハチさんが60キロぐらい欲しいじゃん。あ、いや。いやありがとうございますって言わなきゃいけないんかね。買うよ。買うよ。こんなになっちゃうんだ本当に。マジ。マジな。やっぱり FRP にやっぱ普通のポリパでは乗せられるんですね。FRP に普通のポリパテは、うん、板金パテとかポリパテは乗せられない。実験室なんかでテーブル接着テストやると強いけどね。やっぱり年数なんだろうね。 FRP の表面にはやっぱタルクやね、うん、いやいやタルクって言わないでくれる。エポキシって作るエポキシにタルク入れてやれば間違いない。めったい。いや本当だよ。どんぐりにタルク溶けるんですか。いや溶けるったって混ざるじゃん。混ざるんですか。うん、だからどんぐりにタルク入れてやればこうにゃな40キロ20キロ2000円ぐらいの、うん、そうだよ、うん、キロ40円とか23円とかそんなもんだよ、ね、うん、単価よりやし。エポキさんに失礼なんですか。うん、失礼じゃないよ。俺と混ざるんかみたいな。失礼じゃないよ。だから熱絡みはダメだから。ああやっぱね。アルミじゃないと。アルミもいいアルミ使わないと。それで安い補修材はエポキシとアルミとタンカルとかタルク混ぜてんだよ。だけどタンカルほらアルミの粉入れちゃうとあの色でしょ。だからタルク入れてたりタンカル入れてたり分かんない。有名なメーカー超有名なメーカーもあれよ、自動車用の接着剤多分タンカルとかタルク入ってるよ、うん、だって真っ黒になっててもヘラでこうこするとザラザラっとするもん。あれタルク、タルク、うん、タルクなんであんなブツになるんかな、うん、でもタルク入れるんだったらタンカルの目の細かい方がいいよ。うん、うん、物としてはでもね熱絡みになっちゃうとダメなの。熱吸収しねえからタルク、タルクアルミじゃないと。金属粉じゃないと。で金属粉でもアルミじゃないとダメよ。鉄粉なんか意味ねえ。ステンレス、うん、じゃあやっぱこれ使うわけだね。新車ぶつけた時の修理は。で今回その4年前に俺パネルボンドが出とったけど知らなかったでしょ。はいはい、はい、使ってたじゃんあの時に。いやあの時は使わないんだ。これまだ俺が、あこの時ね、実家の借家のこの時ね、裏で野ざらしやったのこの時ね。いやだからポリエステルと FRP、 FRP もポリエステルの FRP ね、とやるときは最終的にはどこでもブレーニング意見とは言わないけど、要するに選ぶのはエポキシですよ。上場企業だって結局みんな失敗してポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじるときの接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそう。うん、エポキシどっこもそう。有名な超有名な会社もみんなそう結局で。エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ。もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。で結局エポキシにタルクを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、うんうん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって変わる、うん、それは好き好きですよ、まあ、あとはエポキシのもともとの材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッと、ね、はい、乗せれば、そう
大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、うん、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけスカジーのあのラリカの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あのおなんだっけフェンダー違う違う違うダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー違う、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ。カーボンとクロス、その時にだから6、8使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、6、8ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの。ダンパーのバケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表、はい、何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと。同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から10グラムぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつながるんですか、うん、なるよね。もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったら、もう一回お金かかってもいいけど引っ張がしてくれって言うでしょ。もう一気しだしちゃうからダメですよ、収まらないです。ガレージやったら多分こう削って、そうだね、入ってきたって言う。そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこれがそうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでね、ね、この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ83ぐらいしかないかな。うん、ないね、特別だからね。泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FRP、ポリエステルの FRP ね、いじるときの接着剤はエポキシですよ、うん、で、エポキシでも一番いいのがねえかとか、相性があるのがねえかとか、電話かけてくるのはそう、うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう結局で、エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。だから結局エポキシにタルクを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、うんうん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって変わる、うんうん、それは好き好きです、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッと、ね、はい、乗せれば、はい、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。
もう一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。あ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、うん、残ってるとダメですよ。ダメですね、うん、だからあのなんだっけスカジーのあのラリカの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あのおなんだっけフェンダー違う違う違うダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボデーのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ。カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの。ダンパーのバケツっつうんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつってそれはあのエポキシでも種類いっぱいあるからもうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと。同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね。あこの辺でつないでなるよね。もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回お金かかってもいいけど引っ張らせてくれって言うでしょ。もう一気しだしちゃうからダメです。収まらないです。ガレージやったら多分パこう削って、そうだね、入ってきたって。そうだね。それで 2,3 年持つ。2,3 年持たないですよ。このそうね。一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでね。この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ83ぐらいしかないかな。うん、ないね。特別だからね。泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FRP、ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそう、うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう結局で、エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ。もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。で結局エポキシにタルコを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、うんうん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって変わる、うん、それは好き好きです、まあ、あとはエポキシのもともとの材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッと、ね、はい、乗せれば、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ、だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、うん、残ってるとダメですよ。ダメですね、うん、
だからあのなんだっけスカジーのあのラリーカーの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あのなんだっけフェンダー違う違う違うダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、はい、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい張ったんですよ。カーボンとクロス、その時にだから6、8使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、6、8ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの。ダンパーのバケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表、はい、何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよつって、だから全部外してやり直さないと同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から10グラムぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつながるなるよね、もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回お金かかってもいいけど引っ張らしてくれって言うでしょ。もう一気しだしちゃうからダメです、収まらないです。ガレージやったら多分パッこう削って、そうだね、入ってきたって言う、そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこのそうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんねえねこの鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ8,3ぐらいしかないかな、うん、ないね、特別だからね。泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。ここエファルト、ああ、ほんとだほんとだ、社長がやったの、そう、4年前に作ったの、こっちに来て、へえ、あ、そうなんだ。で、あれでいつ頃までの予定なんですか。見て、あ、見て、これは見て、給油で。じゃあ、オーナーは何台か持ってるわけだ。オーナーはね、はい、ベンツの ML も持ってないんだけど、はい、でこれをもう一回綺麗にして乗りたいからって、じゃあ酒も取ったんすか。じゃあ本当に遊び、うん、なるほど。一応じゃあ来年中ぐらいの予定にはなるわけですか。来年中にはなるかな、うん、あのフェラーリも半分ぐらい型作って実家の納屋に直し込んだままやけど、あれも持ってこないとダメで。フェラーリ、ああフェラーリね、はいはいはい、いいじゃないでしょ。 FRP なの、うん、本当だ、音が違う。じゃあボディほとんど FRP ってこと、うん、これは FRP で、これはかぶせ、うん、あ、かぶせって何ですか。こういう型作って、うん、鉄板の上でボンってかぶせ、あ、じゃあ中は鉄板が入ってるわけ、うん、社長も見たら。いや俺素人だもん、上に乗っとるだけ。だからやっぱあれだね、 輸出あの横浜とか神戸の新車ぶつけたやつ、うん、使うよね使うよね。これ4年5年で出るね、やっぱ。あ、そっか。でおまけに F、 あの鉄板ならいいけど FRP と鉄板やろ、うん、やっぱ腕じゃないんだ。腕じゃねえ、材料なんだ。よかったら
さんが60キロぐらい欲しいやん。いやありがとうございますって言わなきゃいけないんかね。買うよ買うよ。こんなになっちゃうんだ本当に、うん、マジマジ。やっぱり FRP にやっぱ普通のポリパでは乗せられるんですね。FRP に普通のポリパテは、板金パテとかポリパテは乗せられない。実験室なんかでテーブル接着テストやると強いけどね。やっぱり年数なんだろうね。FRP の表面にはやっぱタルクやね。うん。いやいやタルクって言わないでくれる。エポキシって作る。エポキシにタルク入れてやれば間違いない。めった。いや本当だよ。どんぐりにタルク。溶けるんですか。いや溶けるったって混ざるじゃん。混ざるんですか。うん。だからどんぐりにタルク入れてやればこうにゃな。40キロ、20キロ、2000円ぐらいの、うん、そうだよ、うん、キロ40円とか23円とかそんなもんだよ、ね、うん、単価よりやし。エポキさんに失礼じゃないですか、うん、失礼じゃないよ。俺と混ざるんかみたいな、うん、失礼じゃないよ。だから熱絡みはダメだから。あ、やっぱね、アルミじゃないと。アルミもいいアルミ使わないと。それで安い補修材はエポキシとアルミとタンカルとかタルク混ぜてるんだよ。だけどタンカルほらアルミの粉入れちゃうとあの色でしょ。だからタルク入れてたりタンカル入れてたり分かんない。有名なメーカー、超有名なメーカーもあれよ、自動車用の接着剤多分タンカルとかタルク入ってるよ、うん、だって真っ黒になっててもヘラでこう擦るとザラザラってするもん。あれタルク、タルク、うん、タルクなんであんなブツになるんかな、うん、でもタルク入れるんだったらタンカルの目の細かい方がいいよ、うん、うん、物としては。でもね、熱絡みになっちゃうとダメだ。ダメな、熱吸収しねえから。タルク、タルク、アルミじゃないと。金属粉じゃないと。で、金属粉でもアルミじゃないとダメよ。鉄粉、鉄粉なんか意味ねえ、ステンレス。じゃあやっぱこれ使うわけだね、新車ぶつけた時の修理は。で、で今回その4年前に俺パネルボンドが出とったけど知らなかったでしょ。はいはいはい、はい、使ってたでしょあの時に。あの時は使わないんだ。これまだ俺が、あ、この時ね、実家の借家のこの時ね、裏で野ざらしでやったの。この時ね。いやだからポリエステルとFRP、 FRP もポリエステルの FRP ね、うん、とやるときは最終的にはどこでもブレーニング意見とは言わないけど、要するに選ぶのはエポキシですよ。上場企業だって結局みんな失敗してポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじるときの接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか相性があるのかねえかとか電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう。有名な、超有名な会社もみんなそう結局で。エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ。もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。だから結局エポキシにタルクを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、うん、濃さ、うん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱ、うん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 、タルク入れる量によって変わる、うんうん、それは好き好きですまああとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類か。チクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッとね、はい、乗せれば、はい、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな、引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけ、スカジのあのラリカの、はい、そこのダンパーのところ、はい、なんだっけ、フェンダー、違う違う違う、ダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが、結局ストラットタワーバー、
うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ。カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの。ダンパーのバケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるからもうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ、でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと、同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつながるじゃないですか、なるよね、もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回ひお金かかってもいいけど引っ張らせてくれって言うでしょ、もう一気しだしちゃうからダメです。収まらないです。ガレージやったら多分パッこう削って、そうだね。入ってきたて。そうだね。それで 2,3 年持つ。2,3 年持たないですよ。このそうね。一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでね。この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ8,3ぐらいしかないかな。うん、ないね。特別だからね。泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ化成品泣かされますよ。ですよね。うん。あんだったらね、やるときはね。ね、うん、ねここももう貼り付けやけど、で自然、これはぶつかったんでしょ。いやいや、もう自然と、振動で。うそー。ほんとって。自然とこうなっちゃう。そうでしょ。いや、だってつなぎはここですもん。ここですもん。うん、ここは分からんとしても、もう割れてきた。あら、ほんとだ。腕がいいのに。あ腕がいいのに。いいカンペやから。腕がいいのに、材料を、やっぱり。材料かね。やっぱ決め手は。あ、そうなん。クラック入ってるじゃん。新車だったらバレちゃうじゃん、クラックが。これよかった。だからやっぱあれだね、輸出、あの、横浜とか神戸。うんの新車ぶつけたやつ使うよね。これ4年5年で出るね。パチパチパチ。そっか。でおまけに F あの鉄板ならいいけど FRP と鉄板やろ。うん。やっぱ腕じゃないんだ。腕じゃねえ。材料なんだ。よかったら。車が60キロぐらい欲しいやん。あいいな。いいな。ありがとうございますって言わなきゃいけないんかね。買うよ。買うよ。こんなになっちゃうんだ本当に、うん、マジやっぱ FRP にやっぱ普通のポリパテは乗せられるんですね。 FRP に普通のポリパテは板金パテとかポリパテは乗せられない、うん、実験室なんかでテーブル接着テストやると強いけどね、やっぱ年数なんだろうね。 FRP の表面にはやっぱタルクやね、うん、いやいや、タルクって言わないでくれる。エポキシって作る、エポキシにタルク入れてやれば間違いない。めたい。や、ほんとだよ。どんぐりにタルク。溶けるんですか。いや、溶けるったって混ざるじゃん。混ざるんですか。うん。だから、どんぐりにタルク入れてやれば、こうにゃな。40キロ、20キロ、2000円ぐらいの、うん、そうだよ。うん。キロ40円とか、23円とか、そんなもんだよ。うん。単価よりやし。
エポキさんに失礼ですか、うん、失礼じゃないよ、俺と混ざるんかみたいな、失礼じゃないよ、だから熱絡みはダメだから、ああやっぱね、アルミじゃないと、アルミもいいアルミ使わないと、それで安い補修材はエポキシとアルミとタンカルとかタルク混ぜてるんだよ、だけどタンカルほらアルミの粉入れちゃうとあの色でしょ、だからタルク入れてたりタンカル入れてたり分かんない、有名なメーカー、超有名なメーカーもあれよ、自動車用の接着剤多分タンカルとかタルク入ってるよ、うん、だって真っ黒になっててもヘラでこうこするとザラザラっとするもん、あれタルク、タルク、うん、タルクなんであんなブツになるんかな、うん、でもタルク入れるんだったらタンカルの目の細かい方がいいよ、うん、うん、物としては、でもね熱絡みになっちゃうとダメな、熱吸収しねえから、タルク、タルク、アルミじゃないと、金属粉じゃないで、金属粉でもアルミじゃないとダメよ、鉄粉、鉄粉なんか意味ねステンレス、じゃあやっぱこれ使うわけだね、新車ぶつけた時の修理は。で、で今回その4年前に俺パネルボンドが出とったけど知らなかったでしょ、はいはいはい、使ってたじゃん、あの時に、いやあの時は使わない、これまだ俺が、あ、この時ね、実家の借家のこの時ね、裏で野ざらしやったの、この時ね、だからポリエステルと FRP、 FRP もポリエステルの FRP ね、うん、とやるときは最終的にはどこでもブレーニング意見とは言わないけど、要するに選ぶのはエポキシですよ、上場企業だって結局みんな失敗してポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじるときの接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそうです、うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう、結局でエポキシになると種類がいっぱいでしょ、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ、エポキシだってピンキリじゃないですか、結局エポキシにタルクを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、うん、濃さ、うん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱ、うん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 、タルク入れる量によって変わる、うんうん、それは好き好きです、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類か、チクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッと、ね、はい、乗せれば、そう大丈夫かな、そう大丈夫ですよ、だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫、これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ、ああもう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、うん、残ってるとダメですよ、ダメですね、うん、だからあのなんだっけスカジーのあのラリカーの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あのおなんだっけフェンダー、違う違う違う、ダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのとこの厚みが強くしないとダメじゃないですか、それで上下8プライぐらい貼ったんですよ、カーボン、カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ、で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ、で他の他社のエポキシで同じようにやったの、ダンパーのバケツっつうんでしたっけ、バケツの裏表、はい、何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないから、うちは68で
使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと。同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね。あこの辺でつながるよね、うん、なるよね。もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回お金かかってもいいけど引っ張らせてくれって言うでしょ。もう一気しだしちゃうからダメです、収まらないです。ガレージやったら多分こう、あ、そうだね、入ってきたて、そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよそうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでねこの鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ8,3ぐらいしかないかな、うん、ないね、特別だからね、8,3 泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エボキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエボキシですよ、うん、でエボキシでも一番いいのがねえかとか、相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう、結局でエポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。で結局エポキシにタルコを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、うんうん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱ軽く入れる量によって変わる、うん、それは好き好きです、まあ、あとはエポキシのもともとの材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっと軽く入れて、うん、ガバッとね、はいはい、乗せればそう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけスカジーのあのラリカーの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あの。おなんだっけフェンダー違うダンパーの鉄板の補強、うん、ラリーカーの、うん、おストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか、うん、それで上下8プライぐらい張ったんですよ。カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの、ダンパーの バケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。で
もうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと。同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつないでなるよね、もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどどこまで仕上げるのって言ったらもう一回引っ、お金かかってもいいけど引っ張らしてくれって言うでしょ、もう一気しだしちゃうからダメです、収まらないです。ガレージやったら多分あそうだね、入ってきたて、うん、そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこのそうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんねえねこの鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ83ぐらいしかないかな、うん、ないね、特別だからね83 泣かされたもん開発するとき、ほん泣かされたのって、エボキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FRP、ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエボキシですよ、うん。で、エボキシでも一番いいのがねえかとか、相性があるのがねえかとか、電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう結局で、エポキシになると種類がいっぱいでしょ、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか、だから結局エポキシにタルクを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、うんうん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって変わる、うんうん、それは好き好きです、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッと、ね、はい、はい、すればそう大丈夫かな、そう大丈夫ですよ、だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。もう一回引っ張がすかな、引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけ、スカジのあのラリカの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あのなんだっけ？フェンダー？違う違う違う。ダンパーの鉄板の補強、うん、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか、それで上下8プライぐらい貼ったんですよ、カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ、で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ、で他の他社のエポキシで同じようにやったの、ダンパーの バケツっつうんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうか、あのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないから、うちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ、でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと、同じですよみんな、うん、
材料が入ってれば最初から10グラムぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、だけどこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつながるじゃないですか、なるよね、もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどどこまで仕上げるのって言ったらもう一回お金かかってもいいけど引っ張らしてくれって言うでしょ、もう一気しだしちゃうからダメです。収まらないです。ガレージやったら多分パッこう削って、そうだね、入ってきたって。そうだね。それで 2,3 年持つ。2,3 年持たないですよ。このそうね。一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでね。この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ8,3ぐらいしかないかな。うん、ないね。特別だからね。泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エボキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。あ、ここは FR コンテナ。ああ、本当だ本当だ。社長やったの？そう、4年前に作ったの、こっちに来て。へえ。あ、そうなんだ。で、あれで、いつ頃までの予定なんですか？見て。あ、見て。これは見て、給油で。じゃあ、オーナーは何台か持ってるわけだ。オーナーはね、うん、ベンツの ML も来ないんだけど、はい、これをもう一回綺麗にして乗りたいからって、じゃあ酒も取ったんすか？じゃあ本当は遊び、うん、なるほど。一応じゃあ来年中ぐらいの予定にはなるわけですか？来年中にはなるかな、うん、あのフェラーリも半分ぐらい型作って実家の納屋に直し込んだままやけど、あれも持ってこないとダメで。フェラーリ、ああフェラーリね、はいはいはい、いいじゃないでしょ。 FRP なの、本当だ、音が違う。じゃあボディほとんど FRP ってこと、うん、これは FRP で、これはかぶせ、うん、あ、かぶせって何ですか？こういう型作って、うん、鉄板の上でボンってかぶせ、ああ、じゃあ中は鉄板が入ってるわけ、うん、いや俺素人だもん。上に乗っとるだけだ。だからやっぱあれだね、輸出、あの横浜とか神戸の新車ぶつけたやつ、たくさん使うよね。使うよね。これ。4年5年で出るね。やっぱそっか。でおまけに F、 あの鉄板ならいいけど FRP と鉄板やろ。うん。やっぱ腕じゃないんだ。腕じゃねえ。材料なんだ。よかったら。さんが60キロぐらい欲しいじゃん。いやいやありがとうございますって言わなきゃいけないんかね。買うよ買うよ。こんなになっちゃうんだ本当に、うん、マジやっぱ FRP にやっぱ普通のポリパテは乗せられるんですね。 FRP に普通のポリパテは、板金パテとかポリパテは乗せられない。実験室なんかでテーブル接着テストやると強いけどね、やっぱり年数なんだろうね。 FRP の表面にはやっぱタルクやね、うん、いやいやタルクって言わないでくれる。エポキシって作るエポキシにタルク入れてやれば間違いない。めったい、いや本当だよ、どんぐりにタルク溶けるんですか？いや溶けるったって混ざるじゃん。混ざるんですか、うん、だからどんぐりにタルク入れてやればこうにはなる。40キロ、20キロ、2000円ぐらいの、うん、そうだよ、うん、キロ40円とか23円とかそんなもんだよ、うん、単価よりやし。エポキさんに失礼じゃないですか、うん、失礼じゃないよ、俺と混ざるんかみたいな、うん、失礼じゃないよ。だから熱絡みはダメだから。ああ、やっぱね、アルミじゃないと、アルミもいいアルミ使わないと。それで安い補修材はエポキシとアルミとタンカルとかタルク混ぜてるんだよ。だけどタンカルをほらアルミの粉入れちゃうとあの色でしょ。だからタルク入れてたりタンカル入れてたり分かんない。有名なメーカー、超有名なメーカーもあれよ、自動車用の接着剤多分タンカルとかタルク入ってるよ、うん、だって真っ黒になっててもヘラでこう擦るとザラザラっとするもん、あれタルク、タルク、うん、タル
くなんであんなブツになるんかな、うん、でもタルク入れるんだったらタンカルの目の細かい方がいいよ、うん、うん、ものとしては。でもね、熱絡みになっちゃうとダメな、熱吸収しねえから。タルク、タルク、アルミじゃないと、金属粉じゃないと。で、金属粉でもアルミじゃないとダメよ。鉄粉なんか意味ねえ、ステンレス。じゃあやっぱこれ使うわけだね、新車ぶつけた時の修理は。で今回その4年前に俺パネルボンドが出とったけど知らなかったでしょ。はいはいはい、使ってたじゃん、あの時に。いや、あの時は使わないんだ。これまだ俺が、あ、この時ね、実家の借家の、はい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 、はい、この時ね、裏で野ざらしやったの。この時ね、だからポリエステルと FRP もポリエステルの FRP ね、うん、とやる時は最終的にはどこでもブレーニング意見とは言わないけど、要するに選ぶのはエポキシですよ。上場企業だって結局みんな失敗してポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか、相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう、結局でエポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。で結局エポキシにタルクを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、うん、濃さ、うん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって変わる、うん、それは好き好きです、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、うん、ガバッと、ね、はい、はい、乗せればそう大丈夫かな。そう、大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな、引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけ、スカジのあのラリカの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あの。おなんだっけ、フェンダー、違う違う違う、ダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ、カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの、ダンパーの バケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうか。あのねっつって、それはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないから、うちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと、同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですか。あのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、これ
ほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね。あこの辺でつないでなるよね。もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回ひお金かかってもいいけど引っ張らせてくれって言うでしょ。もう息しだしちゃうからダメです。収まらないです。ガレージやったら多分あそうだね、入ってきたて、うん、そうだね。それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこのそうだね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんねえねこの鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ8,3ぐらいしかないかな。うん、ないね。特別だからね8,3。泣かされたもん開発するとき。ほん泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱり火星に泣かされますよ。ですよね。うん。あんだってね、やるときね。ね、うん、ねここももう貼り付けやけど。で自然、これはぶつかったんでしょ。いやいや、もう自然と振動で。うそー。本当って。自然とこうなっちゃう。そうでしょ。いやだってつなぎはここですもん。ここですもん。うん、ここは分からんとしても、もう割れてきましたよ。ほんとだ、腕がいいのに。あ腕がいいのに。いいカンペやから。腕がいいのに材料をやっぱり材料かねやっぱ決め手はあ、そうなん。クラック入ってるじゃん。新車だったらバレちゃうじゃん、クラックが。これだからやっぱあれだね、輸出あの横浜とか神戸、うんの新車ぶつけたやつ使うよね。くらい4年5年で出るね。パチパチパチ。そっか。でおまけに F あの鉄板ならいいけど FRP と鉄板やろ。うん。やっぱ腕じゃないんだ。腕じゃねえ。材料なんだ。よかったら。車が60キロぐらい欲しいやん。いやいやありがとうございますって言わなきゃいけないんかね。買うよ。買うよ。こんなになっちゃうんだ本当に、うん、マジ。やっぱり FRP にやっぱ普通のポリパテは乗せられんですね。 FRP に普通のポリパテは、うん、板金パテとかポリパテは乗せられない、うん、実験室なんかでテーブル接着テストやると強いけどね。やっぱり年数なんだろうね。 FRP の表面にはやっぱタルクやね、うん。いやいや、タルクって言わないでくれる。エポキシって作る。エポキシにタルク入れてやれば間違いない。めったい。いや、ほんとだよ。どんぐりにタルク。溶けるんですか？いや、溶けるったって混ざるじゃん。混ざるんですか？うん。だから、どんぐりにタルク入れてやれば、こうにゃな。で、40キロ、20キロ、2000円ぐらいの。うん、そうだよ。うん。キロ40円とか、23円とか、そんなもんだよ。ね、うん。単価類よりやし。エポキシさんに失礼じゃないですか。うん、失礼じゃないよ。俺と混ざるんかみたいな。失礼じゃないよ。だから熱絡みはダメだから。ああ、やっぱね。アルミじゃないと。アルミもいいアルミ使わないと。それで安い補修材はエポキシとアルミとタンカルとかタルク混ぜてるんだよ。だけどタンカルほらアルミの粉入れちゃうとあの色でしょ。だからタルク入れてたりタンカル入れてたり分かんない。有名なメーカー、超有名なメーカーもあれよ、自動車用の接着剤多分タンカルとかタルク入ってるよ、うん、だって真っ黒になっててもヘラでこうこするとザラザラっとするもん。あれタルク、タルク、うん、タルクなんであんなブツになるんかな、うん、でもタルク入れるんだったらタンカルの目の細かい方がいいよ、うん、ものとしては。でもね、熱絡みになっちゃうとダメなの。熱吸収しねえから。タルクアルミじゃないと。金属粉じゃないと。で金属粉でもアルミじゃないとダメよ。鉄粉なんか意味ねえ。ステンレス。じゃあやっぱこれ使うわけだね。新車ぶつけた時の修理は。で今回その4年前に俺パネルボンドが出とったけど知らなかったでしょ。はいはいはい、はい、でも使ってたでしょ。あの時に。あの時は使わないんだ。これまだ俺が。あ、この時ね。実家の借家の、はい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 、この時ね。裏で野ざらしやったの。この時ね。だからポリエステルと FRP もポリエステルの FRP ね、うん、とやる時は最終的には
ブレニギ剣とは言わないけど、要するに選ぶのはエポキシですよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FRP、 ポリエステルで FRP ね、いじる時の接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか、相性があるのがねえかとか、電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう、結局でエポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。結局エポキシにタルコを混ぜてその接着剤を作るとなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって、それは好き好きですよ、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、それとチクトロ効かせるかどうか、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、ガバッと、ね、乗せれば、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな、引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけ、スカジのあのラリカの、あのそこのダンパーのところ、あの。なんだっけ、フェンダー、違う違う違う、ダンパーの鉄板の補強、ラリーカーの、ストラットタワーバーつける元のところが、結局ストラットタワーバー、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ、カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの、ダンパーの バケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど、回収どうやったらいいんでしょうか。あのねっつって、それはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないから、うちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ、でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと、同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですか。あのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、だけどこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつながるなるよね、もうこれが一体クラック入ったら、もうダメですだけど、どこまで仕上げるのって言ったら、もう一回お金かかってもいいけど引っ張がしてくれって言うでしょ、もう息しだしちゃうからダメです、収まらないです、ガレージやったら多分あそうだね、入ってきたて、そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこのそうだね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでね、この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ83ぐらいしかないかな、うん、ないね、特別だからね、83 泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ火星に泣かされますよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FR、
FRP、ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエポキシです、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか相性があるのがねえかとか電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう、有名な超有名な会社もみんなそう結局で。エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ、もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。で結局エポキシにタルコを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、うん、濃さ、うん、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルコを入れる量によって変わる、うん、それは好き好きですよ、まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、うん、それとチクトロ効かせるかどうか、うん、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルコ入れて、うん、ガバッと、ね、はい、乗せれば、はい、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ、今回だからどんぐりにタルコ入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、うん、残ってるとダメですよ。ダメですね、うん、だからあのなんだっけスカジーのあのラリカの、はい、あのそこのダンパーのところ、はい、あのなんだっけフェンダー、違う違う違う、ダンパーの鉄板の補強、はい、ラリーカーの、うん、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、うん、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ、カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの、ダンパーのバケツっつうんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうかあのねっつってそれはねっつって、それはあのエポキシでも種類いっぱいあるから、もうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ、でもうそれは修理のしようがないよつって、だから全部外してやり直さないと、同じですよみんな、うん、材料が入ってれば最初から10グラムぐらい83使わないとだってこんなチョコじゃないですかあのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、うん、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね、あこの辺でつながるよね、なるよね、もうこれが一体クラック入ったら、うん、もうダメです。だけどこまで仕上げるのって言ったらもう一回お金かかってもいいけど引っ張らしてくれって言うでしょ、もう一気しだしちゃうからダメですよ、収まんないです。ガレージやったら多分こう、そうだね、入ってきたって、そうだね、それで 2,3 年持つ2,3 年持たないですよこれはそうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでねこの鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ83ぐらいしかないかな、うん、ないね、特別だからね、泣かされたもん、開発するとき泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ化成品泣かされますよ。上場企業だって結局みんな失敗して、ポリエステルと FRP、 ポリエステルの FRP ね、いじる時の接着剤はエポキシですよ、うん、でエポキシでも一番いいのがねえかとか相性が
あるのかねえかとか電話かけてくるのはそうです。うん、エポキシどっこもそう。有名な超有名な会社もみんなそう結局で。エポキシになると種類がいっぱいでしょ、うん、だからもう悩んじゃうわけですよ。もうどうしようもなく悩んじゃうわけですよ。エポキシだってピンキリじゃないですか。結局エポキシにタルコを混ぜてその接着剤を作るってなれば、うん、やっぱりあれですか、その濃度、濃さ、しゃぶしゃぶか硬いのかっていうのはやっぱタルク入れる量によって変わる、それは好き好きですよ。まあ、あとはエポキシの元々の材料の粘土、それとチクトロ効かせるかどうか、で、はい、何種類かチクトロの濃いやつにちょっとタルク入れて、ガバッと、ね、すれば、そう大丈夫かな。そう大丈夫ですよ。だからどんぐりにタルク入れてやれば大丈夫。これ一回引っ張がすかな引っ張がさんかなと思って今悩みどころなんですよ。ああ、もう引っ張がすんだったらもう全面きれいに取っちゃないと、残ってるとダメですよ。ダメですね。うん。だからあのなんだっけスカジのあのラリカの、あのそこのダンパーのところ、あの。なんだっけフェンダー違う違う違うダンパーの鉄板の補強、ラリーカーの、ストラットタワーバーつける元のところが結局ストラットタワーバー、いくらストラットタワーバー補強しても結局ほらボディのそのダンパーのところの厚みが強くしないとダメじゃないですか。それで上下8プライぐらい貼ったんですよ。カーボンとクロス、その時にだから68使ってやったわけですよ。で何年かやってそれ大丈夫なんだけど、68ほら高いと思ってるやつがいるでしょ。で他の他社のエポキシで同じようにやったの。ダンパーのバケツって言うんでしたっけ、バケツの裏表何プライも自分で、でメールよこした、剥がれちゃったんですけど回収どうやったらいいんでしょうか。あのねっつってそれはねっつってそれはあのエポキシでも種類いっぱいあるからもうそうなったら手当てのしようがないからうちは68で使えと、材料ケチちょっとケチるよりは後々そんな苦労するん大変でしょ。でもうそれは修理のしようがないよっつって、だから全部外してやり直さないと。同じですよみんな、材料が入ってれば最初から 10g ぐらい83使わないと。だってこんなチョコじゃないですか。あのフン転がしが転がすったってフンぐらいじゃないですか、あの虫、でこれほっとけば自然とこうなるよね、でかくなってくるよね。あこの辺でつないでなるよね。もうこれが一体クラック入ったら、もうダメです。だけどどこまで仕上げるのって言ったらもう一回お金かかってもいいけど引っ張がしてくれって言うでしょ。もう息しだしちゃうからダメです。収まらないです。ガレージやったら多分。あそうだね、入ってきたって。そうだね、それで 2,3 年持つ。 2,3 年持たないですよこの。そうね、一旦出ちゃうと 2,3 年持たんでね。この鉄板と相性のいいボンドって言うとやっぱ83ぐらいしかないかな。うん、ないね、特別だからね83。泣かされたもん開発するとき、ほん泣かされたもんって、エポキシ泣かさ、やっぱ化成品泣かされますよ。